ご視聴ありがとうございます。前回からの続き。今回は、CPU6502 が、いかにして開発され、どのようにして、多くの名機に、採用されたのかを、ご案内します。CPU6502 の始まり。CPU6502 の始まりは、1974年に、モトローラーが発売した、CPU6800 から始まるんだ。同年、ライバルのインテルが CPU8088 を発売する。この頃から、68K と言われるモトローラーの CPU と、80K と言われる、インテルの CPU との、8ビット CPU の戦いが始まるんだ。そんな時期に登場したのが、モステクノロジーという会社。モステクノロジー？1970年代は、電卓用の半導体製造が、盛んに行われた時期だったんだ。モステクノロジーは、半導体大手のテキサス、インストゥルメンツが、設計した電卓チップを、製造する会社として生まれたんだ。そして、1975年頃、モトローラーの CPU 設計者だった社員たちが、転職してくる。そして、当時、モステクノロジーが開発していた CPU の、設計に参加したんだ。そして、開発されたのが、CPU6501 なんだ。CPU6501？ ファミコンの CPU に似た名前だね。CPU6501 は、モトローラーの CPU6800 とそっくりな CPU で、しかも、設計を改良して、性能を4倍に高速化することにも、成功したんだ。当時は、知的財産権という考え方もほとんどなかったので、モトローラー CPU6800 に、似た製品が出来上がったんだ。そして、モステクノロジーは、モトローラーの CPU6800 より、CPU6501 を、高速かつ、激安で製造することに、成功する。激安？なんで安く作れたの？モステクノロジーには、安く CPU を作れる、秘密があったんだ。秘密？それは、半導体には必ずブドマリが、発生するんだ。ブドマリ？ブドマリとは、つまり不良品だね。モステクノロジーは、CPU の製造過程で、ブドマリになった CPU を、修正する技術を持っていたんだ。不良品を直して、再利用できる技術を持っていたってこと。そうだね。モステクノロジーの修正技術の、詳細は、細かい技術的なことになるので、省略させていただきます。申し訳ございません。それで、モステクノロジーは、CPU6501 を、安く作れたんだね。モトローラー様、お怒り。こうなると、コピーされたモトローラーも黙っていない。モトローラー。モステクノロジーの CPU6501 は、我々のコピーだ。訴えてやる。モステクノロジー。モトローラーとの裁判は、長引きそうだな。ならば、新しい CPU を製造して、資金繰りに当てよう。モステクノロジーは、モトローラーから訴えられた、6501のピン配列が、モトローラーの6800と、完全互換だった問題を、修正し、新しい CPU を開発する。それが、CPU6502 なんだ。CPU6502 の誕生。なんか、モトローラーの6800のコピーボイけど、大丈夫なの？モステクノロジーの主張は、こんな感じだった。私は、パクってません。参考にしただけです。なんか、1970年代だからできるデートだね。こうして、1975年に6502を、高性能。激安商品として販売したんだ。6502は、モトローラーの CPU とは、互換性がなかったんだけど、モトローラーの6800や、
インテルの8088、ザイログの Z80 よりも、高速で、しかも安く、使いやすかったんだ。6502は、当時最も人気のある CPU の一つになったんだ。モステクノロジーの資金難。その後、モステクノロジーは CPU6502 で、成功はしたものの、会社の経営は不安定だった。そして、とうとう資金難に陥り、1976年、コンピュータメーカーのコモドールに買収されてしまう。そしてコモドールも1994年に倒産する。あらー。その後の CPU6502 でも、6502はセカンドソースとして多くの会社で製造されたんだ。その中の一つがロックウェル社なんだ。ああ。リコーが6502を製造するライセンス契約をした会社。そうなんだ。モステクノロジーからロックウェル社に渡って、リコーに繋がるんだね。そして、ファミコンを叩き込む。6502が採用された、パソコン、ゲーム機。高速、格安だった6502は、多くのパソコンやゲーム機で、採用されるようになるんだ。パソコンで有名なのが、スティーブ・ウォズニアックが、作った、アップル1。そして、その後継機種の、アップル2。次に、コモドール社の名機である、PET 2001 でも、CPU6502 が、採用されているんだ。そしてゲーム機では、任天堂が、ファミコンの CPU に、6502をカスタムして、搭載。スーパーファミコンでは、6502の後継 CPU である、65816を採用する。そして、忘れてならないのが、PC エンジン。NEC が発売した PC エンジンにも、6502をカスタムした、HU6280 を、搭載しているんだ。なんだ、任天堂の開発チームには不人気だったけど、結構世界中で採用されていたんだね。任天堂がファミコンを開発していた時も、学生時代に6502搭載のパソコンであるコモドールで遊んでいた新入社員が重宝されていたみたいだよ。モステクノロジーの CPU6502 が巨大企業になった。任天堂のファミコンと、アップルのアップル2に採用されたのって、不思議な縁だね。今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。